アスファルトの G3 ボツコステックス一等がで体勢整った。サスタートとっと飛び出した。テイクアウトチーム行き出し、1カンポ2カンポぐん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 出ていきます。参戦校争いですか。2000年のネギシステークスかな。なんだろうこれは。お得に高校の北側のカーブ、河川跡や暗渠にしては綺麗すぎる。この辺りに多い古墳かな。オーバルコースにも見えますが。これは謎ですね謎。調べましょう。競馬場の跡？知りませんでした。面白いですね。名前は長岡競馬場、右回りの一周1000メートル。ちなみに現在の京都競馬場の最内障害コースが約1400メートル。日本で一番短い尼崎の園田競馬場が1051メートルなのでかなり小さめ。しかし現在の一周はこういう形になり約1450メートル。これは気になりますね。実際に走ってみましょう。2024年春、ここは西の都、長岡京。長岡第四小学校と徳二高校に挟まれた。通称、学園通りからお送りします。実況は私、ホワイトカルで。解説はズンダモンさんです。よろしくお願いします。では発送までズンダモンさんによる歴史解説を。京都の競馬場の変遷、歴史がこちらです。京都競馬場が現在まで続いているのですね。話がそれますが、発祥は2つあるのですか？諸説あるという感じですね。肝心の JRA のレース名解説でも、小綿特別では競馬発祥の神社と表記。上賀茂ステークスでは、神事の比べ馬が日本最古の競馬だと。なるほど。では話を戻しまして。本日の長岡競馬場というのは何でしょう？詳しく話すと長くなりますので、ざっくり言いますと。長岡は地方競馬と考えていただければ。なるほど。詳しくは説明欄にあるリンク先をご覧ください。貴重な当時の写真も閲覧できます。では間もなく出走です。ズンダモンさん、安城のテイクアウト陳には足の怪我からの放牧休養明けとのことですか？食べてばかりでブクブクですね。もっと絞らないと厳しいでしょう。自転車も悲鳴を上げてそうです。アスファルトの G3 オツコステックス一等がで体勢整った。サスタートとっと飛び出した。テイクアウト陳行き出し、首位ダッシュ、1カンポ2カンポぐん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 出ていきます。参戦校争いですか。先行争いも何も一等立て。ではここからのんびりと実況します。第一コーナーへ向かっていいスピード。第一コーナーには地元民に人気があるカムシンというカフェレストランがありますね。ちょっぴりお高めだが古き良きお店だとか。テイクアウト陳には撮影に行かないのでしょうか。陳食がないということで優先順位は低いそうです。普通に美味しいもの巡りができないんですかね彼女は。さて第一コーナーに入りました。左手のレンガ色の三角屋根がカムシンさんです。竹の大団地をぐるっと回っていきます。この竹の大団地は築50年以上の歴史ある団地で、分譲だと700万から1400万、賃貸は7万程度のようです。団地いいですよね。大体が南向きで隣の塔とも間が広く明るい。さてテイクアウト陳には今回の出走前にネットで詳細を調べたところ、この2ヶ月で2つのメディアが長岡競馬場の記事を出していて驚いたと。研究ニュースと競馬女子部さんが。有名なネタでもないのにものすごい奇遇ですね。シンクロニシティを感じたと言っていました。シンクロニシティ？笑わせますね。私生活では誰ともシンクロできず、人生ソロプレイヤーのくせに。おっと、これは随分たらくちだ。さてしばらく住宅街で特に話すことがありません。何か競馬ネタはないのですか？では私の好きな馬の話でもしますか。八重の無敵、伊吹舞神楽、磯のルーブルなんですけど。30年前じゃないですか。今の話にしましょうよ。では私が京都競馬場に起こっていることを。穏やかではないですね。京都競馬場は最近リニューアルされたのですが、そこに魔女スポットという場所ができたのですよ。魔女ということは女性専用ですか？男子禁制です。そこにはオリジナルスイーツがありまして、しかも期間限定版や京都競馬場限定まで。さらにはコーヒー、紅茶が無料。羨ましくてたまりません。せめてスイーツは男にも売ってほしい。
女性専用ならあなたも入れるのでは。ホワイトカルさん、向こう上面の住宅街を抜けて第3コーナーが見えてきました。さて、横断からの右折がスムーズに行けるか。ここでタイムがかなり変わってきますね。おっと、これは最高のコーナリング。すんなり行けましたね。前方が不穏です。まずいです。これは渋滞ですね。減速を強いられる厳しい展開。安全に最後尾につけるのか、インをつくのか、微妙に判断が難しいところですか。少し広めのコースなので最後尾はないでしょう。ただ横断歩行者と右折車にはかなり注意ですね。第4コーナーが見えてきましたが、歩道に乗るようですね。信号ランプが点灯。自転車レーンを狭められていての避難行動と、前方の横断歩道で横断することを含めグレーでしょう。お詫び案件です。謝罪します。おごり高ぶり言語道断。おごり高ぶり言語道断。さて、最後の第4コーナーは信号を2つ当たることになります。合計の待機時間は92秒でした。最後の直線はテイクアウト珍味が逃げの先頭。追い込みに青い原付がいるという状況で、奇跡のゴール前実況をお送りします。この前一頭で直線向いたスコステックス、後ろから攻めてくるのは原付の青い車体が無切り前に迫ってきて 100m を突かした。高速まだなかなか合ってこないぞ。懸命に回しているが、ちょっと前との差は詰まってこないか。外から飛んできた原付、外から原付の青い車体が飛んできた。しかし前まではまだ5、6橋以上ある20を突かした。2番手はすごい足、原付前に届くか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 、届いた届いた、差し切りがすごいエンジンだ。原付アスファルト一戦一勝解消。いや、すごいエンジンでした、ズンダモンさん。スクーターにぶち抜かれるとは。珍味はダイエットしないと話になりませんね。タイムは5分24秒。おっと、ここで速報です。発送前の解説で競馬発祥と紹介した小畑神社が、放送中のアニメ、響けユーフォニアム3に出てきたそうです。京都アニメーション制作の宇治が舞台のアニメですね。駅からのルートを自転車で走っていますので、UFO ファン、競馬ファンの方はぜひ見てみてください。では今回の競馬中継はこのあたりで。実況元ネタ、参考サイトへのリンクはすべて説明欄にあります。ぜひご覧ください。ではでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価していただけると嬉しく励みになりますので、どうかポチッとお願いします。